今夜のシカゴのインターナショナルアンフィシアターの大会は AWA 認定の世界タッグ選手権試合も行われました。ダブル名イベントでございます。今ニック・ボックインクルの世界チャンピオンのベルトが超満員2万5000人のお客様に見せられたところでございます。果たして前チャンピオンのニック・ボックインクルやバーンガニアがタイトル奪還なるでありましょうか。バックを取りましたチャンピオンのニック・ボックインクルであります。山田さん、ニック・ボックインクルは今年1979年になっても相変わらず精力的な防衛戦を繰り返しているんですか。そうですね、非常に年の初めからですね、はい、精力的に動き回っているという情報が入ってきてますね。まあやはりそれもですね、いろんな意味で強いチャレンジャーが周りにいるからなんでしょうね。それにしても、このバンガニア、私もしばらくぶりなんですけれど、全く衰えている様子はないですね。本当ですね、非常に軽快な動きですね。私どものスタッフはこのバンガニアとは AWA の本拠地でございますミネアポリスのトレーニング場で初めてお会いしたんですけれども、非常に熱心なトレーニングを積んでおりまして、さすがにミネアポリス、このシカゴ地区大変な人気がありますバンガニア。おっと巻き投げです。綺麗な巻き投げ、空中でくるっと1回転させますね。そうですね、さすがに老快です、はい、3連発見せました。片手で投げてますね、これだけ鮮やかな巻き投げをできる人ってのはちょっといないでしょうね。マネージャーのボビー・ヒーナンに抱きかかえられました。綺麗な華麗なる技を見せました AWA の帝王バンガニアでございます。そのミネアポリスのトレーニング場で会った時にはそばにおりました有名なフットボーラーですとか室内ハンドボールの選手らが、ガニア選手のそばにやってまいりまして再敬礼をしておりました。本当にこのミネアポリスの英雄というような感じですね。そうですね、AWA の帝王、そしてミネアポリス地区の英雄、はい、文字通りその言葉しかないでしょうね、はい、しかしまあそういったものにも満足しないでですね、永遠にレスリングを追求しているこの偉さですよね、もう体を見てもですねキュッと締まってますしね、はい、もうとにかく動きが実に軽快ですね。そうですね、さあニック・ボックインクルチャンピオンの立場といたしましては絶対に防衛をしなくてはなりません。今日のこの2万5000人のお客さんなんですが、チャンピオンの人気でしょうか、それともチャレンジャーのバンガニアの人気の方が上回ってますか、どちらと思いますか。もうバンガニアの方が圧倒的にファンが多いですね。やはりね、このチャンピオンのニック・ボックインクルはですね、なんといってもその悪知恵の働くそのボブ・ザ・ブレイン・ヒーナンというマネージャーを使っていると、はい、これがやっぱり不人気の最大原因でしょうね。うん、なるほどね。今のところその悪徳マネージャーと言われておりますボビー・ヒーナンはリングサイド静かに観戦でございます。チャレンジャーのニック・ボックインクルいやバーンガニア非常にいい動きを見せます。チャンピオンが逃げ回ってますね。そうですね、まあね、今のところボブ・ヒーナンもおとなしくしてますがね、はい、これはチャンスと見たら何をやりだすかわからないですからね、はい、ちょっとバックを取りました。そのまま突き落とします。逆十字入りましたね。逆十字固めに入りました。さすがに了解です。あのね、技の仕掛けが非常に軽いですね、もうなんて言ったらいいんでしょう、やはりこの名人芸と言いましょうか、はい、切れ味が実にいいですね。そうですね、衰えてませんね技の切れ味は、全く衰えはありません。本当ですね、非常に素晴らしい華麗な技、逆十字固めを取りました。前半戦グランドでの展開になっておりますが、ちょっとチャンピオンのニック・ボックインクル危なくなってまいりました。かなり苦しんでますね。そうですね、この技はね、いわゆる足でフルメロソンをかけられている状態で、しかも後頭部を今強打されてますからね、はい、さあ今度はがっちりと腕の付け根を取っています。チャレンジャーのバンガニアでございます。そしてこのバンガニアにはスリーパーホールドの名手というような称号もつけられておりまして、いつそのスリーパーホールドが出るか、そのあたりも非常に楽しみです。 AWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチ、まあ、チャンピオンのニック・ボックインクルは昨年日本にやってきたんですけれども、昨年のチャレンジャーもですね、山田さん、ロッキー・ジョンソン、クラッシャー・リスワスキー、ミスター・レスリング、グレッグ・ガニア、ダスティ・ローダス、アンドレ・ザ・ジャイアント、一流どころを相手に防衛してますがね。そうですね、さあバンガニアの攻撃だ。チョップ、ダブルチョップを見せました。思い切って拳打ち、強烈です。チャンピオンが沈みました。さあガニアチャンスだ。返り咲きになるかどうか。おっと返されました。
鹿島、このニック・ボックインクルも今のところ、おっと、足を取って高さを抑え込みですね。高さを抑え込みですね、はい、実に軽快な動きです。しかしね、はい、チャンピオンのニック・ボックインクルもなかなかスタミナがありますからね。そうですね、一筋縄ではいかないですよ。そうですね、この AWA の永遠のチャンピオンは俺のものだというふうに豪語してますよね。そうですね、はい、しかしかつてね、AWA の帝王である世界ヘビー級チャンピオンであったガニアにしてみれば、なんとしてもこのタイトルを取り返せなきゃならないという気持ちがいっぱいありますからね、はい、なるほど。足を X 字に固めました。レッグブロックに行っております。チャレンジャーのバンガニアでございます。182cm、120kg、超ベテラン。やはりニック・ボックインクルはですね、相当苦しそうな表情をしてますけれども、はい、かなりこの間にも休むところは休んでスタミナを蓄えている、そのずるさがありますね。なるほどね。リングサイドでじーっとですねサインを送っているそのボブ・ヒーナン、はい、これの方をやはりニック・ボック・インクルは注意して見てますからね。なるほどね。やはりあの戦っているチャンピオンのニックとそれからボビー・ヒーナンは何かブロックサインを持っているようですね。そうですね、もう一心同体ですね、はい、チャンピオンのニック・ボック・インクルが一旦場外に出ましてボビー・ヒーナンのところへやってまいりました。これは2万5000人のお客さん、避難の声ですね。そうですね、はい、やはりあのボブ・ヒーナンの場合はですね、俗にプレイングマネージャー、はい、時には戦うこともあるということですからね。なるほど。もちろんあの2人で戦えば2対1で反則になりますけれども、この辺が微妙ですね。なるほど。非常に金髪を振り乱しておりますチャンピオンのニック・ボック・インクルでございます。さあバックから攻めますチャンピオンのニック・ボック・ウィンクル。しかしまあチャンピオンの座を譲ってから執拗にニック・ボック・ウィンクルを追いかけておりますバンガニアです。ショルダーブロックいいですね。なかなかいいですね、額から大粒の汗バンガニア、非常にトレーニング熱心な選手でございます。やはりね、あのバンガニアの攻め方というのはよく注意して見てますと実にうまく体の関節を攻めてますね。なるほどね、逆手ですね、いわゆる、はい、そういったものをフルに活用している。これはやはり自分 の年齢的なものを考えて効果のあるような攻め方ということを考えているんでしょうね。なるほど。今度は左側に位置を取りまして腕の付け根から指の先まで関節を攻めます。腕攻撃に出ましたチャレンジャーのバンガニアでございます。やはりチャンピオンの方が自分より若いですから自分のスタミナというものをよく考えてガニアが頭のいい攻め方をしているということでしょうね。 AWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチ今10分が過ぎました。この第13代 AWA 世界ヘビー級チャンピオンのニック・ボックインクルは1975年11月の8日ミネソタ州セントポールにおきましてバンガニアを破りまして王座につきました。このね、チャンピオンを取られた当時ですね、その AWA 圏のファンはね、おそらくニック・ボックインクルは2月と持つまいと、うん、おそらくバンガニアが取り返すだろうと言ってたんですが、はい、実に長いですね。年も改めまして今年で4年目ですね。そうですね、まあそういうことはちょっと想像もできなかったんですが、はい、やはりあのチャンピオンになってからのニック・ボックインクルは実に成長がすごいですね。なるほどね。まあこのニック・ボックインクルはNWA の世界チャンピオンのハリー・レースとよく比較されますけれど NWA のハリー・レースの方もかなり寿命が長いですよね。そうですね、まあしかしあのニック・ボックインクルの強みというのは、元来がテクニシャンであって、はい、その後に非常にそのラフなテクニックを身につけたと。この高難時代の攻めですね。今非常にあのラフにいってますがね、はい、チャンピオンのニック・ボックインクルが生き返ったようです。ちょっとチャレンジャーのバンガニアが劣勢に立ちました。思い切って膝を使っています。いいパット、おっとうまく右足を蹴り上げました。これが下腹部に命中しました。さあうまくロープワークを使います。バンガニア行き返った左のアッパーブロー、綺麗に決まりました。リングの中央に持ってきて右のアッパーカット、綺麗に炸裂。チャレンジャーバンガニア、ガニアも相当思い切ってラフに出てますね。目には目をといったところですかね。効いてますよ。効いてますね、ちょうどあのリバーのあたりですね、はい、つま先蹴りが入りましたね。思い切って突き上げましたバンガニアであります。そして自分のコーナーに持ってまいりました。額をコーナーマットに打ち付けます。このバンガニアは自分自身もタイトル奪還狙ってますけれども、おっと今度は逆水平ですが、おっと
空中高く飛び上がりまして、そのまま背中から落ちました。うまくかわします。あと一息ですがね、はい、しかしなかなかね、何があの逆水平とかね、チョップとか、日本流の攻めを見せますね。そうですね、まあ、このバンガニアもたびたびタイトル奪還、自分の懐にチャンピオンベルトを持っていきたいというふうにしてニック・ボックインクルに数々挑戦してますけれども、もう息子さんのグレッグ・ガニアも成長しまして立派なレスラーですよね。そうですね、それで何回かねチャレンジしてますがね。そうですね、やはり自分だけじゃなくて息子にタイトルを取らせたいというような気持ちもあるようですね、はい、なるほど。チョップで返します。チャレンジャーのバン・ガニア蹴り上げます。トーキック攻撃を見舞いました。ちょっとニック・ボックインクルの左の耳の下が切れました。大きな抱え投げを見せました。力ありますね。そうですね、さあチャンピオンタチタチです。果たして防衛できるかどうか。ものすごいバウンドです。このシカゴインターナショナルアンフィシアターのリングは非常にマットが薄いですからね。そうですね、かなりなダメージを受けます。再三にわたりまして抱え投げを見せました。チャレンジャーのニック・ボックインクル、いやバン・ガニア、目がランランと光ってまいりました。ニック・ボックインクルの目がちょっと死んでますね。そうですね、相当あのダメージを負ってますね、はい、ボディスラムが効いてますよ。ものすごいボディスラムの連続攻撃であります。チャレンジャーのガニアが頑張りました。必死で跳ね返しました。チャンピオンのニック・ボックインクル、さあもう1回ものすごいボディスラム、何回打ちましたか山田さん。もう6回目ですかね。6回目ですか、はい、そして2位スタンプを落とします。さあカバーの体勢だがどうだ、左の足ちょっとロープに近いですね。そうですね、さあもう1回2位スタンプ、これは自滅しました。うまく相手の動きを見ておりました。チャンピオンのニック・ボックインクルであります。底力があるんですね、はい、あれだけ回転をつけられても、なおかつ相手の攻撃をかわす余裕があるんですね。なるほどね、さあ今度はチャンピオンの攻撃でありますが、グーというような悲鳴が上がります。サードロープに右の足首を乗せられました。やはり自分の体重をうまく使いますね、キックは、やはりねこの相手のガニアが濃厚な選手だということをよく知ってますからね、はい、今ガニアの足を奪いにって4の字固めですね、はい、足4の字固めに入ります。これはチャンピオンニックの得意技、18番の一つでありますが、さあどうでしょうか。おっとうまく返してますね、うまく返してますね。しかし苦しい表情だガニア、非常に苦しい表情。ロープブレイクを命じました。ロープブレイクを命じました。レフリーのマイク・フィギュロア、さあ必要にロープサイドでの戦いになってます。 AWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチ、アメリカイリノイ州シカゴのインターナショナルアンフィシアターのリング上でございます。お客様は12,500人、フルハウス超満員の中で行われています。 AWA の世界タイトルマッチです。ロープサイドをうまく使いますね、チャンピオンは。そうですね、やはりあのこういったところがね、はい、豪快なねマネージャーのいい波の作戦でしょうね。なるほどね、まあバンガニアがたびたび挑戦してタイトルを奪還できないんですが、しかしニックの方もタイトルオープ的な防衛というふうによく言われてますね。そうなんです、このやはりニックとしてもバンガニアが一番苦手でしょうね、はい、さあ今度はチャレンジャーのバンガニア1回やりました。パワーアップした上半身、思い切ってニュートラルコーナーに背中を打ち付けました。ブルーのトランクス、チャレンジャーのバンガニアです。今度はロープに飛ばした、何を持ってるか、ショルダーする、落差が大きい、これはダメージが残りそうだ。さあチャレンジャー有利だ、タイトル奪還になるかどうか。踏みつけ攻撃、踏みつけ攻撃、まだマネージャーのボビー・ヒーナーはじーっとリングサイドで動きを見ています。表情を変えてませんね。そうですね、はい、さあさらにカバーの体勢、カバーの体勢、チャレンジャー、チャレンジャー、カバーの体勢、カウントワンで跳ね返す。ロープに足が出ましたね、足が出ましたね、どうしてもいい高ポジション、ナイスポジションがガニアは取れませんね、今夜は。ちょっとねこの辺りにねガニアも焦ってるように見受けられますがね、はい、さあ今度はチャンピオンのニック・ボックインクルが立ち上がりました。左の腕にバンガニアの首を仕留めています。さあどういう技を持っていきますか。リング上を広く広く使っておりますチャンピオンのニック・ボックインクルでございます。
さあサイドのヘッドロック攻撃ですね。そうですね、ちょっと足元がふらついてまいりました。チャレンジャーのバンガニア、そして拳打ちですね、拳打ちですね。おそらくね、あのボックウィンクルとしてはね、はい、ガニアのスタミナを奪おう、足を奪おうということを考えていると思いますね。なるほどね。さあ今度はトップロープをうまく使います。そしてリングの中央に持ってきて、チャンピオンのカバー、チャンピオン防衛か、ガニア返した、ガニア返しました。さあそして今度はパイルドライバーの体勢、パイルドライバーか、持ち上がらない、ガニア頑張る、重心を下げました。チャンピオンにニック、チャンピオンのニック重心を下げましたが、ガニア頑張る、どこにこんな力が秘められているんでしょうか。返した、見事に返しました。素晴らしいですね山田さん。今のはね本当にすごいですね、本当どこにこんな力があるんでしょうね、はい、やはり修練の賜物でしょうね、もうそれだから当たります。ないですね。そうですね。さあ思い切って飛んで、おっとおっとプロープ勢い余って、両者がリングに落ちました、両者がリングに落ちました。トップロープから逆さまの状態で落ちました。これは大変です、これは大変です。さあ AWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ、世界ヘビー級のタイトルマッチ、チャレンジャーのガニアが今先に出てまいりました。ニックがこれを追いかける。両者中に入りました。両者中に入りました。両者中に入りました。おっと、ガニアが勝ったというような、勝ったというふうな、アピールをしてるんですけどね。レフリーは認めません。さあ両者の動きは非常に派手になってまいりました。溝打ちのあたりにパンチ一線、ロープに飛ばしてショルダースルーだ。落差の大きいショルダースルーです。アクトクマネージャーのボビーヒーランが劣勢と見ましたが、今立ち上がりました。さあスリーパー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 に入った。バンガニアのスリーパーホールド、後ろから思い切って体を密着させました。さあおーっとボビーヒーランがリングの中連れ戻されました。今ヒーランが助けようとしたんですね。そしてボビーヒーランが大きなモーションからバンガニアの背中にパンチを一斉しました。ガニアがガニアがガニアの左手が一旦は上げられました。おっとニューチャンピオン誕生なのかどうか、まだはっきりしません。ボビーヒーナを青い鉄柱へ持っていく。さあガニアの手が上がりました、ガニアの手が上がりました。これは一大事、 AWA のチャンピオン交代、バンガニアまたしてもチャンピオンに返り咲きでございます。これで6度ですよ、6度チャンピオンの座ですよ。そうですね、しかしねこれどうでしょう、非常にね判定が微妙だと思いますよ、はい、そうですか、しかしレフリーのマイク・フィゲロアは今完全に手を上げてますね、しかしねこれは問題はね、ヒーナンが入りましたからね、はい、反則勝ちだとすればちょっとタイトルの移動は難しいですよ。あそうですか、はい、まだ本部席の方に黄金のチャンピオンベルトは預けられたままでございますが、とにかくベルトは渡ってませんね、細かい情報は今のところ入っておりませんが、ボビー・ヒーナンも血の海、そしてチャンピオンのニック・ボック・ウィンクルも伸びています。バンガニア今のところ勝ったというふうにお伝えしておきます。さあリングアナウンサーの声を聞きましょう。ニューチャンピオン誕生ですね山田さん、まだねアナウンスがはっきりしませんがね、とにかくベルトが渡されるかどうか、まだベルトが渡ってないんですよね、はい、今のところアンジェロ・ディスカリアリングアナウンサーはニューチャンピオン誕生、バンガニアの右手を高々と上げました。大変な喜びようでございます。シカゴのお客様12,500人、シカゴインターナショナルアンフィシアターのお客様がバンガニアの素晴らしい技に拍手をしています。おっとおっと、今度はリング上に AWA 会長のスタンリー・ブラックバーンが出てまいりました ね、 そうですね、今何事かレフリーと話してますね、はい、タクシード姿のスタンリー・ブラックバーン、アメリカレスリングアソシエーション会長のスタンリー・ブラックバーンが出てまいりまして、レフリーのマイク・フィゲラはこちらと話し合っています。しかし一旦はバンガニアの手が上がりました。もうのた打ち回っておりますのは悪徳マネージャーのボビー・ヒーナンです。ニック・ボック・インクルも大の字、チャンピオン立てません、全チャンピオンは立てませんが、おっとリングアナウンサーのコールです。あやっぱりまだニック・ボック・インクルはチャンピオンですね。ちょっとこれは大変ですね、大ハプニングですね。一旦は手が上がったんですが、いや反則だ、反則で勝ってるわけです、はい、ですからやはりタイトルの移動は認められないということですね。 AWA のルールと PWF のルールは違いますからね。
反則で勝ちは勝ちですがタイトルの移動はないという解釈でよろしいですか。そうでしょうね。あ、そうですか。今のところもあの会長のブラックバーンがですね、はい、いろいろあの話してますがその内容がわからないので、はっきりしたことは申し上げられませんけれども、本当ですね、まあ、あのボブヒーナンが入った時あの辺が一番のポイントですね。はい、スタンリーブラックバーン会長がそれと同時にチャンピオンベルトを持っています。それと同時にあのバンガニアのスリーパーホールドが喉に入ってたかどうかということですね、はい、今あのスタンレーブラックマン会長がしきりに何かこうあのスリーパーホールドのジェスチャーをして今なだめてるようですね。バンガニアはしかし必要に抗議してますね。そうですね、しかしチャンピオンベルトはスタンリーブラックマン会長の手です。今会長は今リングを降りました。リングを降りました。一旦はバンガニアの手が上がりましてニューチャンピオン誕生、ガニア AWA 世界チャンピオンに返り咲きかと申し上げましたけれども、結局はスタンリー・ブラックバン AWA の会長が間に入りまして勝ちはニック・ボック・ウィンクルですけれども、反則で勝ちですのでタイトルを移動はないというようなことを1万2500人のお客様に知らせたところでございます。はい、少なくともあのリングアナウンサーはですね、はっきりとニック・ボック・ウィンクルはまだチャンピオンのままだというアナウンスをしてましたね。そうですね、はい、今チャレンジャーのニック・ボック・ウィンクルが放送席の後ろを通りましてドレッシングルームの方に引き上げようというところですが、さすがに一旦は勝ち名乗りを受けただけにがっかりしてますね。そうですね、まあ、おそらくねボブ・ヒーナンが、はい、あの抗議して飛び込んだ時の状態というのがですね、あのスリーパーホールドに対する抗議なんですね。それと同時に入ってからいわゆるあのバンガニアに対して攻撃をしたと、はい、この辺が難しいところですね。そうですね、結局はバンガニア非常に優勢な試合を進めましたけれども、ニック・ボック・ウィンクル王座の牙城に崩れてしまいました。 AWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチを日本のファンの皆様にお送りいたしました。